にちは、風船愛好会です。今回はこれ、わかりますよね、ろうそくなんですが、一応あの食台ということですね。台の部分はまあいろいろ作り方がありますが、この場合はあのこういうふうに、お花の花びらなんですね。フラワーペタルって言いますけども、私は輪っかと呼んでるんですけど、輪っか6弁のね、6個で作ってます。まあ他のやり方もありますが、要はこっから上の話ですよね。なので、ろうそくの食台をいってみたいと思います。ではご覧ください。では材料ですが、ですね、まあ赤がいいと思うんですけどね、まあオレンジでもいいですよね。あの、まあ、先っちょを使いたいので、まあ結んでちょろちょろっていう感じを出してもいいんですが、まあ今回は先っちょを使うということなので、普段取ってある切れっ端ですね。あとは、本体の部分は350、360でもいいですが、白、それで土台部分ですね。まあ土台はですね、どういうふうに作ってもいいんですが、とりあえず今回は、あのフラワーペタル、輪っかの連続で作りたいと思います。それでこれ取っ手の部分ですね、160で作ります。ではまず、本体じゃない、ごめんなさい、土台からいきたいと思いますね。土台です。で、これぐらいですかね、12センチぐらいですね。土台になるように作ればいいんで、これぐらいでいきたいと思いますね。これぐらい、何センチでしょうかね、11センチですね。じゃあ11センチ。で、いきたいと思います。よし。で、11センチ。こうぐらいにしましょうかね。あ、まあ、こういうお花のね、みたいな土台ができれば十分ですので、
して切ってしまいますね。それで、ですね、じゃあ炎の部分ですね。これぐらいでいいですかね。炎がちょろちょろとこういって一応測りますか。4.5センチ、先頭まで入れると5センチですね。でこれで、では早速、いよいよ本体部分ですね。まあどっちみちこんなにはいらないですが、それで別に結ばなくても大丈夫なんですけど、ここにこう挟むような感じでね、上から押さえつけて、こういうふうに押さえつけてれば大丈夫です。でぐーっと押し込んで、これぐらいですかね。いや結構ですね、空気がこっちに抜けることがあるんで、その場合はこのこっちからこっちで押してあげて、押しながら、空気を、ね、こっちに逃がさないようにして、ここを締めてあげればとりあえずできます。それで中に必ず押し込んでいくね。でこういうふうに結構なることが今なってるんですが、これはこう空気をですね押してバランスを取ってあげれば、ある程度の形はできますので、こうですね。でこれでいかにもまあ、ろうそくがこんな燃えてるような雰囲気ですね。それでどれぐらいの長さにするかと、あんまり長くてもしょうがないんで、これぐらいにしようかなと。一応、測ってみましょうか。この上の部分が5センチ、下の部分が、18センチですね。それでこれをこの段階でね、ここに入れちゃった方がいいと思うんですよね。感じですね。で、あまりはこうで、で、進んでおいた方がいいですよね。念のため。で、ここに巻きつけてあげます。それで、これだけだとですね、たまになりませんので、ちょっとですね、お飾りをつけます。よし。まあ何色でもいいんですけどね。まずですね、ピンチを2つ作ってあげます。ピンチツイスト2つです、ね、それで、これでま
ず、ここに、ですね、巻きつけて、で、こういう感じですね、巻きつけて、で、このピンチのところで、で、はめてあげます。こういう感じですね。そして、ここに取っ手を作るんですね。こういう感じで。あんまり長くてもあれなので、で、このピンチに巻きつけて、で、余りは切ってしまう。少年のため結んで、で、このピンチツイストに巻いておく。この辺にちょっと巻きつけて、で、あとはですね、これの取っ手の形を整えます。食材の取っ手ですから、こういう感じですね。こうやって持つわけですよね。なのでこんな感じで、これ細かく見ると、ピンチツイストのここから出て、このここに入ってるわけですね。ここから入ってこっち入ってると言ってもいいんですが。ということでですね、こういう、食台ですよね。食台の完成。これは、自立します。はい。ということで、食台、ろうそくの食台の完成！風船愛好会でした。またお会いしましょう。